ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、こんにちは。こんにちは。ゆうゆうでーす。皆さんお元気ですか？はーい、最近ですね。僕新しいルーティーンを始めました。あの散歩をね始めました。あのね。私半年ぐらい前から寝られないんですよ。<laughs> <laughs> いきなりテーマ,重 <laughs> テーマが重い <laughs>。えっと、半年ぐらいから寝られるんだけど、夜中に3回とか4回とか起きたり、1回起きたらもう1回寝ることができなかったり、ちょ,ちょっと大変なんですね。で、YouTube でいろいろ見てて、あの1日、体を動かしてないし、あのお日様太陽太陽の光を。 こう浴びてないと家にいとうにるからそうすると体の中の時計が悪くなってあの寝ることができないと。で寝ることができないと体も悪くなって頭も悪くなるから寝た方がいい。じゃあ寝られるように何をした方がいいかなっていうので今散歩とあと毎日りんごをね食べて <laughs> います。 はい、皆さんはあの健康のために何をしていますかはい。ということで、えー、今回は第3回目インタビューの準備のポッドキャストを撮っていきまーす。はい。えっ、ー、とね、えー、これだけ聞いてる人はちょっと説明しなきゃいけないんですけど、えー、1月4日の日にですね、えー、ある先生、もう僕がすごいなーと思っている、すごい尊敬しているというか、まあち いたくさんお話,すお話をするチャンスはないんですけどいつも Facebook でいろんなアクティビティをしていたり、えーとまあ、ある国のね、えー、その素晴らしい大学の先生トップ10に入ったっていうね本当なんかすごいすごいなっていつも見てた人からぜひあのインタビューをしたいからぜひお願いしますっていうふうにお話をもらっていやそれはねすごい楽しみだなと思ってででも 私はそのインタビューをする時に私の思っていることが100%伝わるようにしたいなって。なんか言葉を間違えると私の思っていることってすごくあの他の先生がしていることが違うみたいに聞こえちゃうからそれが聞こえないようにあの思ってないし。 思ってないしでも私の言い方でいつもニディアさんに怒られるんだけど「あの俺は正しいみんなは間違ってる俺は最高」みたいに聞こえるよゆうすけ言葉気をつけなっていつも言われるのでそれをね練習するためにこのポッドキャストを撮っています。でだ第3回目のテーマなんですが、えー、僕のどうして悠々日本語を始めたか。 ってていいいいうお話をね、していきたいと思いますはい、あのー、もちろんねみんなを助けたいとかっていうポジティブな気持ちもあるんですけど何だろうちょっとね意地悪意地悪じゃないんだよな。えっ、ー、と僕が日本語の先生としてこれからもお仕事がある。お仕事をもらうために YouTube を始めたんですよねでそれを今回ね多分ポッドキャストを聞いてくれている人はあんまりねなんだろう日本語がすごく上手にできていてあのいっぱいはいないと思うんですよ。例えば僕今ののフォロワーが45万人ぐらいいるのかなで45万人みんながこのポッドキャストが分かるわけじゃないと思うので今日はね本当の気持ちを話したいなと。 思いますそれじゃあよろしくお願いしますユーユーの日本語ポッドキャストはいということでえっ、ー、と YouTube を始めたお話をしようと思います。 えっと第1回目のこのシリーズを聞いてくれた人は私のおばあちゃんが私に貧乏な時があると人間はそのお金をもらうっていうことお金を払うっていうことがすごく分かってくるよって教えてくれてでそれでまあすごくそれは今のね私のアクティビティにつながっているっていうのと前回私が話したその当たり前って っていいいうもものかからいつも逃げたいなんか例えば日本語の先生のお仕事がクラスをして学校の成績をつけてで学生からそのクラスを取っている学生からお金をもらってっていうお仕事が当たり前じゃないですかでもそれはまた変わると思,い思って信じて。 生きているっていうような流れで皆さん大丈夫ですかねはい。で、えー、っとですね、あのー、僕が、まあもう一つのね、大きく変わるタイミングだったんですけど、3年前、4年前か、4年前に、えー、日本語の教師会っていうね、メキシコの日本語の先生のグループ、 の会長だったんですよはい全然できなかったけどねいい仕事できなかったけどもう一回やりたいなはいでその日本語の先生のまあリ,リーダーじゃないんだけど、まあ、会長そのグループの一番トップだった時にねいろんな人とね会うことができたんですよ もちろんいろんな日本語の先生とも会うことができたしあの大使館ゴビエルノの人も会うことができたしあの半分ゴビエルノみたいな人も会うことができたしもちろんいろんな学生にもね会うことができたんですよ。でまずね私の悪い性格 私はいいと思ってる。性 <laughs> 格からするとどうしてっていうのがいつもあるんですけどどうして日本語って教育っていうカテゴリーなんだろうなって思ってたんですよ。あの教育って、えー、英語だとエデュケーションちゃんと言えてるエデ,ュエデュケーション。えー、スペイン語だとエデュカシオンなんですよね。皆さん 日本語これ日本語教育ってみんな言うんですよ。日本語教育、日本語教育。おっしゃ、エドカシオンデリ・リオマ・ハポネスっていう言葉でね。で、いろんなクラスあるじゃないですか。例えばね、皆さんがサルサ、ダンスのクラスに行きますと。ダンスのクラスは教育、エドカシオン、エデュケーションですかって聞かれたら、半分ぐらいの人は多分、 違うって言うと思うんですよ。これダンスのレッスンだから。例えば、えっ、ー、と、街にある料理のクラス。例えばね、タコスの作り方っていうのを近所のおばちゃんが料理のクラスがあって、で、まあ、料理のクラスに行くと。それって教育エデュケーションなのって。って言うと、ちょっと違うかなってみんな思いません思いませんあ ダンスのクラスは教育じゃないし、料理のクラスは教育じゃないけど、日本語のクラスは教育って考えるとね、じゃあ教育じゃないクラスと教育のクラスって何が違うのかなって思ったんですよ。何ですかね。僕の答えは、が そこでそのクラスがあるかどうかなのかなぁと思ったんですよ。なんか人が育っていくようなものでもなんか教育っていうふうにカテゴリーするとそのクラスって先生ですよね。先生って呼ばれる人。そして学生学生習者 要は、ティーチャーとスチューデントっていうイメージがあるのかなって思ったんですね。で、それっておかしいんじゃないのかなって思ったんですよ。僕にとって、ダンスと日本語ってあんまり変わらないかなって思うんですよ。コミュニケーションだし。 なんか言葉を使うから日本語ねコミュニケーションですよねでも私サルサのクラス行ってたんですけどサルサもすごくコミュニケーションなんですよ。手の持ち方とか目の見方とかあとは女の子に対する気持ちとかそういうのもいっぱいあるんですよね。でそれってすごく日本語と似てるのになんで日本語は先生と学生で。 ダンスは講師なんかレッスンするインストラクターとまあ受講生みたいなイメージなのかなって思ってじゃあなんか日本なんか日本語の先生が先生だと思っちゃうといろんなことが見えなくなる気がするんですよねで。でそこでじゃあもし私のクラスがダンスのレッスンとか えー、料理のレッスンだったりとかするとどういうものを頑張ればいいのかなって思った時にねいろんなことが違うって思ったんですよ。例えば学校の先生のそのお仕事ができたかできていないかの答えは学校の先生は持っていないんですよ。その答えは学生が持っているんですね。つまり簡単に言うと えー、あ数学マテマティカの先生ね数学マテマティカの先生の仕事がいい仕事ができたか仕事ができなかったかはそのクラスを受けた人のテストの点数が良かったら多分学校の中ではいい先生っていう考え方わかるかな私がいいクラスしたと思っても学生がちゃんと覚えてなかったら いいい仕事とは言えないこれ先生のお仕事だと僕は思うだから日本語の先生のお仕事のいい仕事をした悪い仕事をしたっていうのは学生が日本語ができるようになったら先生の仕事はいいし学生が日本語ができるようになってなかったら仕事をしてないっていう考え方これは一つですよね一つですよねだから先生は学生のために学生のために頑張る。 っていう考え方ねでももしこれがダンスのレッスンだったらダンスのレッスンだったらダンスのインストラクターが頑張るっていうのは一つ,つは、えー、もちろんそのレッスンを受けている人がダンスが上手になってで、えーね、踊ることができる。 っていうポイントとそのダンスのインストラクターが自分でもっとダンスが上手になってそのダンス教えているダンスで世界の大会に出てで優勝したり要は自分がハッピーになるそのダンスを使ってねっていう2つの頑張り方をしなきゃいけないこれわかるかな例えば料理の先生ね 料理の先生のののクラスのゴールは料理のレッスンを受けた学生がお家でご飯を作って「あ先生おいしいご飯作ることができましたありがとうございました」っていうポイントとあとはその先生自体が新しいレシピを作ったり、えー、料理のコンクールに参加して、えー、その先生自体が有名になる。 っていいいう2つのポイント頑張ななきゃいけないとじゃあね日本語の先生っていうのがもし、えー、ダンスのレッスンの先生や料理のクラスの先生まあレッスンする人だったとしたらね日本語の先生がもう一つ頑張らなきゃいけないことがあるんじゃないかなって思ったんですよ。それが まだ昔若かったからねまあ昔若かったって言っても3年前だけどね <laughs> 3年前だけど先生が有名になるっていうことは悪いことなのかなって思ったんですよだからそれは私が何かこう成長していくっていうのをどんどん外に出してあ私の ねええー、日本語のクラスの先生すっごい有名になってるっていうのもすごく大事なことなんじゃないかなって思ったんですよ。でそうなった時にねダンスの先生は簡単だ簡単じゃないけどあのとにかくダンスの練習をすればいい。料理の先生が自分でハッピーになるためには新しいレシピを作ったり。 あのー、料理のコンクールに参加すればいいじゃあ日本語の先生が私自身でハッピーになるためには何をしたらいいのかなって思ったんですね。それはまだ半分答えは出てないけど夢になるそしてみんなの先生になることっていうのがまずは私が 目目指すす標かなっって思ったんですでその目標を他の人はなんかすごくあの、うん、よくない先生じゃないって考えるかもしれないんですけど僕はそう思ったんですそうあこういう言い方をするとあれなのかな敵を増やすのかな分 <laughs> かんないけど <laughs> で,でそうなった時にじゃあ みんなの先生になるためにはどうすればいいのかなって考えた時にやっぱ YouTube っていうのがまず無料でみんなが見られるっていうポイントであったんですよただ僕よりも頭がいい人って本当に世界にはたくさんいるから私が YouTube を始めようと思った時には もう日本語のクラスの YouTube チャンネルはあったんですよ。ねえ皆さん知ってると思うんですけどキラ先生とかねあと日本語協会さんとかねその人たちのチャンネルを見てわすごいなってきっと僕が3年前に考えたことを彼らはもう10年も前から考えていたんだなって思って、まあ、ちょっと悲しくもなり でもチャレンジをしてただ彼らと同じことをしても私の目標であるみんなの先生になるっていうことは無理だなって思ったんですよねってなった時に新しい当たり前から逃げようと思ったんですよ皆さん日本語って ね、日本語を「ブラ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 」しましたって例えば昨日私は日本語をブラブラしましたって聞いたら絶対今このポッドキャストを聞いてる何人いるか分かんないけど90人ぐらいの人は日本語を勉強しましたって言うんですよね。 これ当たり前じゃないですか。日本語は勉強するもの。でも勉強って皆さんどんなイメージあるペン持ってノートに書いてっていうイメージでしょでもペン持って日本語を書いてコミュニケーションをする日本語って皆さんどれぐらい使います全然使わないですよね。手紙ですよ、手紙。 日本語ってきっと私の中で練習をするとか楽しむものだと思うんですね。であわ分かったって日本語は勉強するものじゃなくてエンターテインメントだって考えるようにしたんですよ。なんか何かできるようになるから大変だけど頑張るものが日本語じゃなくてもう普通に YouTube で なんか面白いアニメを見たりドラマを見たりあのー、ゲームをしたりする同じあのー、気持ちで日本語とあのー、日本語を練習してほしいっていうか日本語とあー言葉難しいけど向き合ってほしいっていうんですけどねって思ったんですね。であのー、あそうなれば。あのー 他のチャンネルにはない何かができるかなと思って、あの、ハポネスかスワルもそうだし、えー、毎日 YouTube のビデオもそうだし、あとは料理のクラスもやってもそうだし、とにかく楽しいっていうハッピーなところに人を集めたいと思って、えー、YouTube 始めました。で、YouTube をね、始めて、まあ、人がだん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 増えてきて、まあ、今年ね、 もう本当に運が良かったとしか言えないんですけどあの一つねひらがなのビデオがバズってすごくフォロワーが増えて今の私があるんですけどそうだねそうしたらね次の見方が考えられるようになったんですよはいそれはまた次のテーマでいきます 日本語ポッドキャストはいいやー今回のポッドキャストも長もう20分超えた大丈夫みんな元気はいであのー、まずフォロワーが増えてくると、あのーまあ、YouTube っていうのが気になるし今度 YouTube でその成功している、まあ、まあ簡単に言うとフォロワーが多い人っていうのをたくさん見るようになって でそうすると今度ビジネスのことインオンラインのビジネスのことも考えるようになってでたくさん勉強するようになるんですよなったんですね。でそうするとあ他のその例えば芸能人って言われる有名な人とかタレントさんとか俳優映画に出る人っていうし人の仕事も変わってきている。 で日本語の先生も変わった方がいいのはもう絶対だと。っていうので、えー、まずね、まず、その、頑張っていることが、その、利益につながらないっていうのは、日本語の先生だと多分、かっこいいこと、ーどうーん、なのかなわかんないけど、俺はそう思ってた、最初。 なんか人生大変だしお金ももらってないけどでもクラス頑張って作って学生がクラス終わった後に「先生とっても今日楽しかったです」って言ってくれるのがすごく嬉しいから頑張れるっていうのがいやダメでしょとそれはそのハッピーな気持ちがお金じゃなくてもいいけど何か自分にプラスになってまず自分の人生が大変だけどがおかしいじゃないですか。 っていう風に考えるようになってで、あのビジネスの勉強お金をどうやって流せばいいのかっていう風に考えていたんですねなんか昔の僕はお金をもらうことっていうのを悪いことだと思ってそれを見ないようにしていたんですけどお金をもらうことを真剣に考えるといろいろなことを 手伝わなななききゃいけないいなけっててうのが出てきたんですよ今はどちらかというと YouTube のクラスっていうのをねもちろん日本語勉強したいけどお金がないからとか自分の街に日本語のクラスがないからあのねえー、YouTube でクラス見て日本語を勉強しますっていうのもすごく嬉しいんだけど でもそれだけだと私はハッピーにならないですよね。だって全部無料だよ。全部お金もらわないで私ね、編集4時間5時間、撮影2時間5時間、1日6時間ぐらい使ってるわけですよ。でも、例えばこれからオンラインのクラスっていうのが当たり前になってきた時に YouTube でもう見たことがある人のクラスを受けるとかあとはもう私と一緒に勉強している人が、えーね、復習するためにビデオがあるってなるとだんだん私がその持っている学生っていうのが増えてくるしその中の学生も他の学校に行きにくくなるのかなって思ったんですよね。例えばね あの英語のクラスに入りたいと。であるクラス学校は、ね、この学校行くとすごく英語ができるようになりますよって例えば、えー、半年勉強したらアメリカで旅行することができますよっていうなんかアナウンス広告を出している学校ともしね ウィル・スミスが、私、英語のクラス始めます。ね、えっ、ー、と、一週間に一回、二時間、私と話しながら、英語を勉強しましょうってなった時に、どっちも学生が集まるじゃないですか。でも皆さん、ウィル・スミスが英語を教えるのが上手かって言ったら、絶対上手じゃない、プロじゃないから。ってなった時に、日本語の学生の集め方っていうのが、 私たちが教えるのが上手とかなんかアクティビティがすごくいいとかっていうだけじゃないっていう風になってきたんですよね。ってなると私が YouTube を毎回動画をアップロードすることによってどっかの学生がちょっと悠々のクラス見てみようかな入ってみようかなっていう風に思うっていうのは私にとってのプラスですよね。そうでも誰も困ってないんですよ。 その、ね、なかなかお金がないっていう人は、私のクラス無料でね、YouTube で見られるけど、でも私はそれでマイナスにはなってないなって。っていうのは、もう、他のビジネスでは、当たり前のようにも多分15年とか20年ぐらい前からやってること、なんですね。でも、それを日本語の先生としてやるっていうのは、あのー、そんなに、 古いことじゃないこれタイムマシン経営タイムマシン経営っていうんですけど他のビジネス他のカテゴリーでやっていたことを自分のそのお仕事でやるっていうねだそういうのをやったりとかあとはあの日本語のクラスってえー、と今何分ちょっと待っておお30分ぐらいまあいいか日本語のクラスの学生ってお客さん顧客なんですよね で,でも今必要なのはファンを増やすっていうこと。これあの「キングコング」の西野さんっていうねあの日本ではすっごく有名なあのコメディアンなんだけど、えー、本を書いている人が言っていてもう僕はこれずっと前から大切にしているんですけどあのお客様まあいわゆる学生っていうのは私の サービス私のクラスが好きだって言ってくれる人ユうスケのクラスは面白いって思ってくれる人とファンっていうのはユうスケが好きって言ってくれる人、まあ、好きってそのなんか結婚したいとかじゃなくてねっていうので今まで日本語の先生僕もそうだけど 頑張り方としては私のクラスを受けて私のクラスにお金を払ってくれている学生がハッピーになるようにいいクラスをするっていうところからそれをしている私の生活例えば今日今日じゃねえやえっ、ー、とちょっと前にねクリスマスの私たちの,あのライブをしたりとかみんなでカウントダウンしようってなった時にもう日本語の先生ではない。 一人の人間、竹森祐介に興味があるって思ってくれる人を増やせるようにして頑張れば、今度私がこれからやりたいサービスっていうのは、祐介がやるサービスだから、そのサービスが良くても悪くても、でも応援したいとか、なんか、そのサービス使ってみたいって思ってくれると。っていう風に、頑張り方が変わってくるってなったら、とりあえず、 私のオンラインのクラスの学生は今150人ぐらい一緒に勉強してくれているんだけどでもそれプラスインスタグラムで4万人フェイスブックじゃねえやで10万人で YouTube では45万人の人がファンかどうかはわかんないけどその20%ぐらいがファンでも結構見てくれてるなって私の人生が気になってくれるなっていう っていう風にしてくればこれから新しいお仕事を作りたいっていう時に絶対プラスになると思って今 YouTube を続けてるっていう感じですかね。はいまあねこういう風に考えるのがまあ好きだからねこうやってポッドキャストもやってるし、えー、YouTube もやってるけどなんか大変だって思ったことはあんまりない。<laughs> 時々あるけど。 でもあのー、なんていうのかなてうかそういう風に頑張ればみんなハッピーになるしでもそのハッピーは私もハッピーになるから一番ハッピーな、あのー、形なのかなって思っております。はいどうでしたかね今回は30分結構私の話したいテーマだから長く話せたけどまあねどうですかね楽しかったって言ってくれたら嬉しいな。 あとねあのもし日本語のクラスを始めたばかりの日本人の方もこういうのを聞いてもらってあれなんか日本語学校で働いて楽しいけどなんか大変なこととか辛いことが当たり前だよなって思った時にいや当たり前なんてないんだなって思っていろんなアクティビティに そのチャレンジをしてできれば僕も一緒にそのチャレンジをしたいなって思ってますはいだからあのー、実はねあのー、今回インタビューでまあ、言おうと思うんですけどその僕のこの目的っていうのがあのー 僕がこう考えているこういうなんだろうその日本語のクラス日本語の,その先生って呼ばれる人たちのお仕事をもっといっぱい作りたいなって思ってるんですよそれはまた次のポッドキャストで話らそうと思うんですけどそうなった時に手伝ってくれる人がいっぱい集まってくれればいいなってなんかそのワンピースでいう,こうルフィ海賊団みたいなねなんか俺の夢に 一緒に頑張ろうって言ってくれる人がいっぱい集まってほしいなと思ってあのこれをね YouTube 頑張りたいなと思いますのであともう一回あともう一回だけ話させてくださいということでう日本語では引き続きテーマの募集をしていますこんなテーマについて話してほしいこんな話が聞きたいというものがありましたら Instagram のダイレクトメッセージや Facebook のコメント欄に書いてくださいよろしくお願いします それじゃあ皆さん引き続き日本語の勉強を頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ